出てもらう感じ。人が来た、来たね。ゆっくりしました。ここは一日いた方がいいところですよ。ああ、本当なんか一冊読みかけの本を持ってこようかなって感じですね。ここ一日いてくださいっていうところです。昔からのファンでずっといるんですけど。そうなんですか。あ、私あの、あ、もう出したもんね。あ、ごめんなさい。まあ、紅葉するようなあ、じゃあ一回ちょっと、そうすいません。失礼します。ちょっと出たいですね。あ、そうそう。あ、分かった。もう、剥がしをしちゃったよ。すいません。チェック、あっちに置けばよかったね。はい、どうぞ。お父さんね、大結構みんなね、バイクできますもんね。もう関東であのバイクの人がね、立ち寄りたい喫茶店ナンバーワンなんです。雑誌に載ったんです。そうなんですか。ね、すごい。だから次から次へと来るでしょう。はい。今度ここでコンサートやりますよね。あ、やりましたでしょ。今日あれ、ね、そうでしたね。はい。夕方からでしょうけど。何千の。あ、そうそうです、ね。オーナーさんがそれやりたいと言ってて。ああ。そうですよね。はい。今度ゆっくりちょっとライブの日も目がけて頑張ろうかなって。これがね。この作家さんのあのいろいろ作品が熊谷市のあの町の中のね、あれにいろいろ飾ってあります。町の中にあの電線を地下に埋めたでしょ、熊谷市ってね。それの箱みたいなのがずっと町にあるんですけど、その上に一個ずつ人形があります。全然あのガラスの下ばっかり見てた。ああ、全体見るとね、そうですよね。この前案内ありがとうございました。今度いろいろ投げ銭のね、投げ銭のを始めるみたいで。あ、そうなんですよ。コンサートね。はい。今日はそれに来てくださった。知らないで来たんです。あそろそろだなとか思いながら知らないで来たんです。そしたら、そうですね。そしたらそうだったということを今聞きました。この前案内いっぱいもらったなと思って。ありがとうございました。いやいや、余裕始まったなと思ってました。うん。うん、ええ、あのこっちで企画するのは難しいんで、ね、言ってましたよね。場所だけお借りして、うん、貸すことにして、いや、それいいです。自由にやってもらって、うん、それがいいですね。あの真ん中の席は空いてますので、はい、外から回る。あ、外からも大丈夫ですよ。はい、あ、外から回る。一応外用のサンダルもありますので、あ、そこから出ていただけますけども。うん、こっから。私が言うのもなんですけど。またカレーライスなど残ってます？あ、はい、大丈夫です。あ、じゃあカレーライスを一つ。
と降ったりやんだりですね。下でざーっと降ったり、雨降らなくて特等席でしたね。先を読んでましたね。アウトドアライフはつきものですもんね。そうね、雨降ることを予測していないといけません。そうですね、賢いです。本当本当。何個できたんですか。あ、すごい。前々からずっと知ってきてたんですか。あ、それは素晴らしい。1時間ぐらいかかりますよ、あそこからって言われて。ですよね。サイクリング無料があったから、それ。偉いです。今日の夜のコンサートも含めてきたんですか。今日コンサートなんですか。知らない。それは全く知らない。なんだ、今日これからここでコンサート。もう何のコンサート。終わらないと無理で帰れないね。コンサート、投げ銭ですから値段決まってません。いやー、本当。それマスターがやりたいって言ってて、ようやく実現するんです。何のコンサートなんでしょう、今日私も。でもこのピアノは素晴らしいピアノだし、山下洋介さんなんかもここで演奏したんですよ。あといろんな、ここスタジオだったので、いろんな楽器の演奏のここでスタジオにしたり、そういう場所だったんです。何でしょう、聞いてきましょうか。帰らないといけない。自転車返さなきゃいけない。そう。自転車ね。そうそう。そうなんだ。自分で返さなきゃいけないんだ。そういう。そうそう。この前ご案内だけもらってて、私も全然今日って意識しないで来たんですけど、そしたらマスターから今日これに来たんですかって言われて、全然。ここはとにかく一日いてくださいってとこですからね。早く帰ってくださいなんて言いませんので。いいとこですね。近所にしてですよね。まあ自分のあの別荘代わりに。え、自転車無料なんですか。あら、あら、どこで借りられるんですか。観光案内所で、ただそこから借りたいって言えば。そうで、行ったら1台しかなくて、諦めたんですけど、バスの時間までも、はいはい、4時ぐらいあったから、ではちょうど返しに来たお兄さんがいて。あら、それは素敵。電動自転車が無料。あ、それはいいですね。それは大変。そっかそっか。よかったですね。
コンサートだけ聞いていきましょうね。今日コンサートって何時からでしたっけ？5時からです。5時から、はい、はい、5時からコンサートですね。5時からここでコンサートですよ。誰がマスターか。で、投げ銭のコンサートですから値段は決まっておりません。そうか。今日5時からだそうです。5時から。そうなんですか。返せますよ。ちょっと45分で来たんですよ。でしょ？15分。迷ってきた。でも帰りはね、迷わないと思いますよ。早いですもんね。はい。で、まして下りだから。だから、とにかく10分かね、そのくらいを聞いてですね。10分聞いてもいいかしら。大丈夫だと思いますよ。5時まで入れないで、ここに。ほっとして。だから本を持ってきてですね、ここは本を持ってきて一人で一日入れる。はい、そうですそうです。でここ結構あのネットもつながるようにしてくれたので、電話もつながるし、ネットでのだから、はい、でしょう。ってことはインターネットつながるってことなんですよ。はい、それ正解ですね。ちゃんと保険かけてたんですね。それは素晴らしい。まあ観光してくれたんですからね。目的はね、返すことが目的じゃないですか。じっくりじっくり素晴らしいとこでしたって言ってね。いいですね。テラスでこういうのが見えるっていうのが。